はい、どうも皆さんこんばんは、カズです。さあ、今日もアサシンクリードバルハラ続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回、なんだっけ、ストーリーがちょっと進んで新たな目的地が設定されたんですけど、まだ取ってない、財宝とかね、解放してないビューポイントなんだっけ、なんて言うんだっけ、まあ、いろいろちょっとやろうと思ってビューポイント、シンクロか、シンクロポイントね、をやろうと思って、で、一旦、この拠点に戻ってきました。で、取れるところはいくつか財宝はもうすでに取ったので、ちょっと目的地にいよいよ向かおうかなと思います。で、目的地に向かうためには多分、どう行くのがいいんだろうな。陸路で行くのが一番いいのかな。ちょっと、遠いですけど、一旦今回の、この、シンクロポイントまで飛んで、この目的地行こうかな。途中、ここをゲットできれば、ここをゲットしつつ、ちょっと向かいましょう、目的地まで。はい、到着。目的地は、後ろだね。さあ、ジャンプしていこう。大丈夫ですか？ああ、大丈夫じゃなかったです。はい。普通に降りていきましょう。怖えわ。あ、で、前回、このアレルクスタッツに到達するのは何のために到達するのか自分でもプレイしててよく分かってなかったんですけど、あれだね、キョトビとの戦で、手伝うって言ってくれた王様、あの王様が、何イベントみたいな、なんか近隣の王たちが集まるイベントみたいなのを、このアルベクスタッツでやるから、そこに戦が終わって勝ったら、なんか祝杯をそこであげようみたいな、そういう話だったんだね。で、目的地が、まっすぐ、途中にゲットできる、水色に光ってる玉は何なんだろうな。なんか赤い玉が財宝っていうのはもう分かってんだけど。おびっくりした。何今の。なんかすげえ、ペンギンみたいなのが、飛んでたな。あ、ここにもいるね。そう、で、マップを、探索している間に、いろいろ財宝もゲットして、なんか、人なんか中ボスみたいな。人を倒して、その人が持ってる財宝をゲットするみたいなのもあったんですけど、なんか今までのアサシンクリードとなんかちょっと感じが違うような気がする。さあ、もうすぐ着くよ。あ、そうだ。動物を使おう。これなんか馬が来たり、羊が来たり、呼ぶたびに違うものが来るんだけど、なんかこれは決まりがあんのかな？このフィールドが山、険しい山だったら、馬とか、あ、なんだ？狼？アライグマ？こんな寒いとこにアライグマいねえか。なんだろう。タヌキ？こっちだね。その土地土地によって来るのが違うのかな。これ今までのシリーズもあったかどうかちょっと覚えてないですけど、このお馬さんも左下にスタミナが表示されてるんですよ。これ走ると、ちゃんと、なんだ？なんだあの人。注目。間違えた。崖の上で何が起きてる？なんかイベントか？どうしたの？あ、話せる。神々よ、これは老いたハレク。力をお与えください。どうか私に強さをお授けください。なんだ？これは何なんだ？我が人生だ。努力の賜物をすべてここに集めた。しかし、力不足で崖から投げられんのだ。
投げ捨てるためだけに全てここまで運んだのか。馬に運ばせた。所持品を次の世に送るにはこうするしかない。子供たちは埋めてくれんからな。あいつらは欲しくないと言ってるが、どうせ私が死んだら全て売り払うだろう。あんたの力を借りてもいいか。全て投げ捨ててくれ。遠くへ投げるほど次の世へ流れ着く可能性が高まる。そういうものなのか。なぜ藁で包んであるんだ。壊れるのを防ぐためだ。なるほど、売られるぐらいならここで全部壊してしまおうって、そういうことなのかな。ちょ、崖も、あ、怖い怖い怖い、すごい怖い。いちいち弓を構えてしまうな。何が入ってんだろう。それはハルフダン国圧王から授かった弓だ。シグティグ王の左腕に矢を当てた褒美でな。見事な一種だったろうな。欲しい。手先は見えないね。ちゃんと壊れてるかどうか。それは告発王から授かった角牌だ。花嫁ラグンヒルドを捕まえて。そう、褒美がいっぱいなんだね。結構重要人物だったんじゃないの、国王にとっては。おえ。トゥリア。あんまり、どこに向かって投げても、投げる飛距離は変わんないね。おえ。トゥリア。それはハーラル王から授かった銀の森頭だ。父王の凍った体を氷から引きずり出したのだ。気前のいい王だな。ハーラル王ってあれだね、手伝いに来てくれた王様だ。よいしょ、全部投げた、全部投げたぜ。あんたに神々のご加護があらんことを。望みが叶うといいが。協力に感謝する。気を使わせてしまったな。優しさと勇気があれば最高の人生を歩めるが、その道を進むのは険しい。私は誇り高く生きようとした。神々にそれが伝われば十分だ。たとえハレクガンドの名がミズガルズで忘れられようと。これからどうする。やるべきことは終わったぞ。済んだか。では、いよいよ行くときだ。私はここで去るが、君は人生を楽しむといい。アースガルズ！おろろろ！待て！ありがとう！なんちゅ。なんてこった。なんちゅ潔いの。ワールドイベント完了、崖っぷちの浪人。なんかちょっと、後味が悪いな。どう進んでいくのがいいかな。多分まっすぐ降りてったら海の中に入っちゃうよね。これ、船ってどこでも呼べんのかな？ちょっとマップ。ああ、でもぐるっと回っていけば、陸伝いに行けるな。なんちゅう険しい道のりなんだ。この上からアクセスしていくか。さすがに、ここは、多分、大間さんじゃいけないだろうな。険しすぎて。あ、いや、でも、そんなに険しくない？まだ、あ、結構遠いね。こっちは？ああ、まあ、いけない距離じゃないけど、ちょっと後回しにしよう。ストーリーを進めるぞ。あ、そうそう、マップの解放とか、財宝を集めるついでに、
怖。一度拠点に戻って、武器のアップグレードと防具のアップグレードもね、一部ちょっとやりました。まだ全部は、なんだっけ、仲介？炭素の仲介だかなんかが足りなくて、すべての防具をアップグレードできてるわけじゃないんですけど、いくつかアップグレードは終えてあります。あー、結構遠いね。昔の過去作のアサシンクリードも結構エリアからエリアの移動は険しかったり遠かったりしてたけど、そこら辺はアサシンクリードっぽさだ。ぽさだね。あ、やばいやばい。この下は？おーおーおお、怖い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 。あ、ここはもう行けそうだね。陸地が続いてそうだ。やめて。ああ。いや、ちょっとダメージを。やべえ、なんか変な、やべえとこに。挟まっとる。どうなっとる？これまだ落ちてる最中的な？なんかすげえ何もしてないのに、ジタバタしてる。これは、ああ、死んだ！どういうこと？どこじゃ？あ、さっきのとこだ。なんだと？オッケー。これ、もしかしてさ、一旦、いや、そういうわけでもないか。ここ行こうか。ここの、お宝をゲットしてからのっていう感じの方がなんか、道が、険しくなくて良さそう。小動物、あ。オッケー。そうね、一回、ここのお宝をゲットしといた方が、道が平坦で良さそうだね。あまり無理すると、ああやってなんか、わけわかんない溝にはまって、命を落とすことになってしまうから。さあ、大間さん走れ。これ過去のアサシンクリードにもこの動物のスタミナってあったっけな？あんまり覚えがないんですけど。多分この財宝があるところはね、結構敵さんの野営地だったりすることが多いので、ちょっとあんまり目立たないように近づいていかなきゃいけない。内側から降りていこうかな。そう、この右側になんか立ってるところのそばには敵さんの陣地があったりするのよ。あ、なんか倒れてない？なんかな、あ、やばい。大間さんのスタミナが切れるとこだった。こっちだね。道なりに行ってる感じだな。ここだ。あ、やっぱ敵さんの陣地っぽいね。ここにある。うわ、めっちゃいるわ。上にもいるね。さあ、どう入っていくべきか。結構遠目から、上の見張り台にいるやつは、倒したい。もうちょい上か？ここら辺からなら狙える？よいしょ。どこ向いてる？こっち向いてる？ツーリー。オッケー。お、結構いるな。あの塔の上と、あ、でも、すぐそこにある？もしかして。そこの建物に一人。塔の中にも一人いそうだな。うわ、結構いるわ。
こいつはどう動く？あれ、外まで出てくる？もしかして。他は動いてなさそう。あいつだけ、ああ、そこの見張り台みたいなところに着くのか。クリア。ありがとう。お、もう一人手前にいるのが、どういう状況なのか見えないな。お、これ。この、今正面にちょっとだけ見えてんの、あれ、敵さんだと思うんだけど。みんな、どこ向いてる？こっからならアクセスできる。はい、ありがとう。あ、やべ、味方。来てる。いや、見かったけど、あ、追ってきてはなさそう。そこに一人いるな。こいつは上から行けそうだな。もうちょっと前。そう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 。打ちずれ。動くな。オッケー。お、気づいたか？仲間がやられてることに気づいた。あ、矢がねえわ。矢がノーなったな。あそこに一人。外れてるところに一人いる。他のは？あいつらが戻ってくるとちょっと厄介だな。いや、戻っては来そうにない。行くぞ行くぞ。うりゃ。あ、バレてた。あ、落ちちゃった。やべ、バレてる。後ろのやつにバレてる。やべえ、見つかる。さあ、ぐるっと待って。あいつら結構、見つかったら結構しつこく追ってくるんだよね。しかも主人公と同じくらいの感じで岩山を登れるからな、みんな。でももう二人だけっぽいな。みんなあっち行った。あっちを見に行ってる。OK。あ、見られてない。ここは敵じゃなさそうだね。あ、なんだ？扉が光って、塞がれている。なるほど。じゃあやっぱこの上からアクセスしなきゃいけないのか？そんな感じだな。お。警戒をやめたか。よいしょ。なんかここら辺にも、財宝がなかった？あ、違う。この下にあるよっていう目印かな。ここにもう入ってしまえば敵からは見えないだろう。あ、でも入ってこれんのか、敵さんは。ありました。塞がれた扉。扉を壊すと扉を開けられる。オーディの目を発動すれば、錠がハイライトされる。オーディの目。あ、これね。あ、宝箱を探ります。はい、炭素の仲介。
これじゃなくて武器が欲しいんだよな。壊します。あれ壊せない。あれ壊せないのこれ。違うんだ。そういうことじゃなかったみたい。なるほど。これをなんかできるアビリティとかがありそうだね。さあ、目的のものは手に入れたので、目的地に向かうかな。まだ、こう、拠点にいる敵さんが少なめだし、密集してないから、クリアしやすいね。もう過去のオデッセイだったかな？オリジンだったかな？城とか、敵の砦を攻略するのがめちゃめちゃ大変で、超時間かかってたんだけど。まだ今のところは平気そうだね。仕事を終えて、普通の顔で正面を横切っていく。あれまだなんかある？あ、違うね。別の場所だ。だこのまま、道なりに進めば、道なりに進む。あれ道なりに進むってどうやってやるんだろう。何？新しいよ。びっくりしたわ。強さの異なる敵が存在する。びっくりした。敵が、もう出てくんのかと思った。あ、こっからがいよいよ本番って感じなのかな？急に出てこんでくれ？あ、なんだ？どうした？子供だな。話を聞かせてくれ。あれ、話す、あ、話す。なんだなんだ。随分激しくやってるな。すごい！歴戦のバイキングだ！なんていいところに！おっと。で、歴戦の戦士に何の用だ？いつか私たちも旗を掲げて偉大な戦士になるんだ。私たち狼団の歌が作られるぐらいにね。でもその前に略奪の練習しないと。略奪？いいぞ、三匹の狼たち。四番手となり命令に従おう。狼団。サブストーリーだね。狼団。戦士たちは襲撃を始めるぞ。まるで巨大な獣の四本足のように。それぞれがそれぞれの敵を倒し滅するべく。なんだ、あの子たちについていけばいい。なんか略奪の時で目標が書かれてたね。何を略奪するつもりなんだ。本当に普通に敵と戦うわけじゃなかろうな。たどり着いた。松明や斧、剣を構え、戦いの準備は済んでいた。みんなを暗殺していけばいいのか。これは海賊ごっこだね。探った。あ、この子たちと一緒に何、こういうのを略奪して回るってこと。おう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 。破壊を続けていく。よいしょ。そんなすぐそばにいると斧当たるぞ。なんか削ってるね。すげえ。何それ。どういう能力それ。どうやって剣を操っているんだ。あとは？もう終わり？あ、なんかある。戦輪だ。え？青。あいつを倒す。お、よいしょ。ツーリア。一本の矢が敵の体を貫いた。あと何すればいい？
お、話しかけれるようになってる。略奪は大成功だ。うん。おかげでカナスの戦士団を永遠に葬ることができた。なんだと？カナスの戦士団だと。そう。ヒョトビ市長の話みたいに、いつか私も市長みたいになるの。敵だった。キョトビの若き略奪隊か。いつかこの狼たちとは戦場で出会うだろう。敵だったわ。仲良く遊んでたと思ったら敵だったな。早いよね、来るのが。目的地はもうすぐだな。この先だ。これは味方？味方っぽい。何もなんないから。お、アレルクスタッツ到着しました。財宝がすげえ近くにあるな。ちょっと財宝とかを取りつつ目的地まで行こうかな。地下？地下は？どうやって行くの？あー、なるほど。キョトビの砦で取ったのと同じだな。ここから入っていける？あ、なんかある。読め。半分食べられた泥まみれの書き置き。豚が家に張り込んで貯蔵庫の鍵が行方不明。糞を調べるのはあんたの番だからね。糞を調べろと？すげえキラキラ、財宝の音が鳴ってんだよな。結構下だな。地下はどうやってアクセスするんだ。この建物の中からっていう感じではないな。これは？なんか光ってんだよな。これ壊せる？壊せるわ。豚さんがどっかにいる。あ、豚さんいるね。あ、鍵がある。鍵を拾う。汚い。雑な作りの鍵。え？あぶね。降りれました。この下だろ。鍵もゲットした。お、愛情する。やったぜ。意識の書を拾う。やりました。死の刻印。これか。R2 長押し、視界の敵をマークし、離すと恐るべき。あ、これは欲しいよ。遠距離アビリティ。なるほど、これも三角に入れとこう。ありがとう。ありがたいよ。他に、財宝的なものは？この部屋にはなさそう。あー、やった。こっから直では出れないね。よいしょ。OK。食料は持ちきれない。で、シグルドを探して会話か。他に、近くにありそうなやつは遠い。あ、169。これは取りに行けそうだな。